どうも、赤ちゃんの古川です。今回なんですけど、久しぶりに山に行こうと思っております。でもしかしたら何のことって思う方もいらっしゃるかもしれないので、もう簡単に説明しておくと、僕一昨年2022年かな、ある知り合いの方から山の一部をお借りさせてもらったんですよ、土地を。で、そこで何植えてもいいよみたいな感じで土地を貸していただいてて、あんまりしょっちゅう行けるわけじゃないので、お花とかはちょっと育てられないんですけど、まあ木とかちょっと樹木関係のものとかだったら、まあ言ってみれば自然に成長してくれるんで、ほぼ放し飼いのような感じで行こうということで借りて、ちょこちょこ植え込みとかはしてるんですよね。で、最後に行ったのが去年の夏の終わりぐらいだったのかな。まあ、冬がね、もう 山なんで、もう寒くて何もできないんで、もう冬は行かないんですよ。4月、5月になってきたんで、だいぶいい季節になってきてるかと思うので、今回は山に行って、現状どうなってるかっていうのと、いくつかね、また新しい樹木を買ってきたんで、それを植え込みに行こうと思っています。じゃあもしかしたらパッとしない動画になるかもしれませんが、よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、じゃあ無事に到着したので見ていこうと思います。まあちょっと僕はもう見えてるんですけど、はい、まあまあもう見ていきましょう。はい、じゃあ見ていくんですけど、まあ、結論から言うと、生存率が、30% ぐらいかな。こちらがユーカリのポプラス、これはまあ大丈夫ですけど、まあちょっと寒さ焼けもしてますね。色もすごい赤くなって、はい、これもユーカリです。半分ぐらい枯れ葉が出てきてるので、ちょっと整えましょう。もう生きてます。ここまで生きてたらもう枯れることはないんですけどね。ちょっと樹形がおかしくなってしまったこの子、これはまあ完全に生きてます。一応僕がね、ここを支柱で止めてます。はい、そして一番元気なのがこの子。元気といってもはい、元気ですね。はい、この辺もちょっと枯れてしまってるし、多分根付くまでに水が切れてしまったのかもしれないですね。おそらくこの辺とかも枝だけ残ってる感じですね。はい、何も残ってないですね。ここ何か植えたっけな、ちょっとあんまりはっきり僕も覚えてないんですけど、半年ぶりぐらいなんですよ来るのは、ね。まあ、さっきも言った通り根付いてしまえばもう枯れないんですよね。だから今残ってる子たちはもう完全に根付いてるので、まあ、絶対大丈夫です。はい、じゃあ生きてる子たちをちょっと整えて新しい子を植えましょうか。多分風で倒れたと思うんですけど、もげて、ああこれもダメかと思ったらついてました。はい、スモークツリーです。はい、これ植えます。いや、なのでもしかしたらちょっと他にもまだ生きてるやついるのかな。まあ今ね、芽が出始めたりする季節でもあるので、もしかしたらまだちょっと出てないよっていうだけで、特に落葉樹とか、あ、これ、はい、スモークツリー2本ほど生きてました。緊急に植えます。やったー。今回は土も持ってきたんで、ちゃんと土で植えます。よし、植えました。じゃあ今日持ってきたミモザを紹介して植えます。はい、じゃあ一個ずつ見ていきましょうかね。アカシアのツノービーリバー、
カルトリポラミス、そして、フロリバンダ、はい、これね1ヶ月ぐらい前から買ってね用意してたんですよ。これ植えましょう。よし、そしたらミモザ4つ植え終わりました。あとアセビがあるんでアセビを植えて終わりたいと思います。こちらがアセビです。ちょっと花付きで買ったのでちょっとね花がもう終わってる花子になるんですよ、はい、なのでちょっとこの傷んでるところも外しながら5鉢かな、はい、植えていきたいと思います。これも結構気になるので、間隔をある程度離して入れていきます。はい、そしたらすべて植え終わりました、はい、もう5月手前なんでねだいぶ動いたら暑いっていう感じですけれども、まあ、寒いよりは全然いいんでね結構快適にいい運動になったかと思います。で今回は、ミモザ4鉢と、アセビを6鉢合計植えました。で僕も植物はずっと触ってきたけれどもこの園芸とかこの鉢物に関してはまあまあ本当に素人にちょっと毛が生えた程度やったんですよね。でもちょっとこの自然と1年ほとんど来てないですけどちょっとなんか自然と向き合ったことでなんか学べることもちょっとあったので今回はねちょっといろいろ気遣ってあったのでおそらく大丈夫なんじゃないかと思うので1ヶ月ぐらいして枯れてなければ多分大丈夫だと思うので見守っていきたいと思います。でまたね6月ぐらいかな梅雨時になったらうわっと生えてきて草刈りに来ないといけないと思うのでその時は頑張ってもうちょっと重装備でね来たいと思います。じゃあ今回はちょっとね結構いろいろ枯れて残念なところもありましたけれどもまあ新たに植えてそちらをしっかり育てていきたいと思います。いつ収穫できるのかなはい、じゃあ皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。では If you ever feel alone Cause yeah sometimes we'll feel alone In a second I'll be right there Turn around let it rain Turn around and let it rain